おごめん、大分の高千穂親方です。さあ、いよいよ始まりました。第93回選抜高校野球大会ですね、2年ぶりに春の甲子園九州部が戻ってまいりました。2021年3月19日から開幕いたしました。全32校が集まって2年ぶりの甲子園球場で開催されますトーナメント選抜高校野球、私も高校野球、一応野球部でしたし、選手ではありませんでしたけれども、高校野球は好きですので、ただですね、ちょっとブランクもあることや、当然のことながら、全試合、見ることはできません。もう仕事やら他のプライベートの用事ならでですね、なかなか見ることはできませんので、こう毎試合細かくここが良かったとか、このプレー注目など、そういうことは語ることはできません。ただ自分が見た試合というか、結果を知っている試合について、結果を見ながらですね、ネット上などの見ながら自分なりの感想を、ご紹介するということでございます。あくまでも全試合のご紹介はできませんというところと、あくまでも全試合見てませんので、非常に簡単な浅はかな、感想にはなると思いますけれども、記録ということで、何日かに一度ぐらい、紹介できる試合感想をね、紹介できるものがあれば、皆様にもこうご紹介するという感じでございますので、ぜひあくまでも個人的な、趣味の範囲ということでお付き合いいただければ幸いです。それでは、今回はですね、1日目初日と、先ほど終わりました、2日目の、全6試合について、簡単にご紹介をいたします。それではまずですね、記念すべき初日3月19日の、3つのカードの、簡単な結果をご紹介いたします。まず開幕試合、ですね、神戸国際大付属と北海高校ですね。で、続きまして、第2試合が仙台育英高校と明徳義塾高校です。第3試合、健大高崎と下関国際の3試合が行われました。まず第1試合ですね、近畿代表、地元兵庫の神戸国際大付属と北海道地区代表の北海高校は、3対2神戸国際大付属がサヨナラで勝利をいたしました。注目のですね、対決だということは以前組み合わせの感想を見た時にもご案内をいたしましたけれども、いきなりですね、この開幕戦がもうやはり実力白昼といいますか、延長サヨナラゲームになるというのはちょっと私は意外でした。個人的にはこの進捗をこう見てたんですけれども、北海高校ですね、好投手をします木村投手ですねがいらっしゃる北海がですね、リードしてまして、これ北海高校がこのまま9回で試合を決めると思っていました。しかしですね、神戸国際大付属はですね、そこで粘って、しかもスクイズを失敗した時後にですね、ダブルスチールかなんかで、要は本当ですね、ホームスチールで本塁を落とし入れたという、このプレーがね、かなり大きかったと思います。ね、ちょっとミスを生かしましたけど、そこでですね、嫌な雰囲気からきちんと確実に点を取る、これはやっぱりこのある意味じゃこの夢舞台甲子園の恐ろしさでもあり、素晴らしさでもあるなというふうな印象でございますね。残念ながらこの初日はですね、全部試合見てません。ネットで結果を見て、ところどころ進捗見てたことですので、実際すみません、プレイとか間違えてたら申し訳ございません。はい。で、神戸国際大付属が、2回戦進出です。続きまして第2試合、東北王者、宮城の仙台育英と、四国王者、高知の明徳義塾の、このね、名門校対決は、1対0で、宮城、仙台育英が勝利いたしました。もう感想、組み合わせの時も申しましたが、なんでこの2校が、初戦から、当たるのという、まさにこの東西の横綱対決ということで、これカム一般的にもかなり注目されている、カードではないかなと予想しております。なお肝心のですね、大相撲の横綱陣がね、ちょっと心配ですけれども、こうですね、どちらもプロ注目のピッチャーや選手がいらっしゃいまして、仙台育英がですね、古川投手と伊藤投手ですかね、で継投で、
虎の子の1点、2回にですね、得た1点を守り切ったという、非常に引き締まったゲームですね。で、明徳義塾もですね、注目の白木選手ですね、がですね、好投したんですけども、いかんせん打線がわずか1安打にですね、抑えられたということで、少しまあ残念な結果ですけれども、かなりこう、本当に甲乙つけがたい、かなりのですね、引き締まったゲームということで、これは見応えがね、きっと見た方にはあったことでしょう。仙台育英が勝利をいたしました。続きまして第3試合は、関東とですね、群馬、健大高崎、ビーツゲーザーとですね、中国、山口の下関国際の試合です。これは以前からですね、どちらも近年こう甲子園にこう、着実にこう出場し始めているチームでして、まあ、健大高崎も下関国際も、こう、機動力を生かしているなというのが、まあ、例年、あるイメージですね。まあ、そういうふうに注目のこの対決はですね、軍配は、健大高崎が、6対2でですね、退けました。結構ね、点差はついてますけども、健大高崎の場合はこう、まあ、得点イニングも少なくてですね、もういかにこの少ないチャンスをものにするか、ここにですね、勝負がこう分かたれたようなイメージがしますね。まあ、下関国際も最後、8回にこう、ね、終わって6対0で負けていたところですね、なんとか2点で最後の一勝を報いましたので、ですね、このね、悔しさをバネに、この夏、またリベンジをしてもらいたいなというふうに思います。初日からもいきなりですね、引き締まったとか、さよならのゲームがあった面白い大会が始まりました。続きまして2日目です。この日も3試合行われました。もうスコアもですね、順番にもご紹介いたします。まず第1試合、近畿地区のですね、代表、奈良の天理高校対宮崎商業九州ですけれども、7対1で奈良天理高校が勝利をいたしました。まあ、近畿地区というのはもう今年の本当強豪校ばかり、智弁学園とかですね、大阪桐蔭など、もうどこが出ても全国一狙えるような、すごい、まあ選手もですね、揃っているチームでございまして、そのまあ、近畿地区の一角、天理高校がもう危なげなくこう、勝利ですね、良いタイミングでこう、どんどん点を積み重ねていって、まあ安定した、試合運びになったかなというふうに思っております。天理先発の立人衆ですね、なんと10奪三振ということで1失点9回投げ切りまして、非常にですね良いピッチングをされております。で、まあ、私あの九州の人間でございますので、まあ、同じ九州勢の宮崎商業に、まあ、応援していたんですけれども、やはりこの強豪の壁というのはなかなか難しいようでございます。選抜初勝利とはなりませんでした。夏にまたこうリベンジをですね、手撃対視聴者が、はい、ごめんなさい、宮崎の皆様。第2試合はですね、中国地区、鳥取県代表、鳥取城北高校対21世紀枠、静岡の三島南高校の対決です。まあ、私もね、結構注目していたんですけれども、というのが、21世紀枠の三島南がですね、先制されたんですね。この試合、私、まあ、ちょうど試合がですね、のキーポイントとなった、5回の部分をですね、攻防を、まあ、ラジオで聞いていました。まあ、初めて今大会ようやく2日目第2試合の後半でやっとリアルタイムでこう、まあ、なんだかラジオの方、ラジオですけども実況で聞いていました。で、結構三島も良かったんですけど、その5回ですかね、にですね、まあ、相手のバントとその処理、ね、その処理をちょっと誤ってですね、鳥取城北が逆転をしました。ね、鳥取城北はそのチャンスを見逃さずですね、で、ヒットもつなげて、一気に逆転して3対1から、で、最後は6対2まで行きましたけども、やはりですね、この甲子園、まあ当たり前の話なんですけれども、このたった一つの、プレーのミス、いやですね。そして、こう、采配、系統のタイミングなどですね。そういうところが、こう、勝負を分かつ、厳しい世界だなというふうに、感じた次第でございます。ね、21世紀枠の、まあ、勝利もね、こう、期待してたんですけども、この、中国地区でまた、力をつけている、鳥取城北が、もう、しっかりと勝利してですね、甲子園でも少しずつ、勝ち星を重ねているイメージでございます。続きまして、第3試合、
神奈川ですね、どちらも関東勢です、神奈川の東海大相模と山梨の、東海大甲府の試合ですね。これもね、かなりの注目なんですよ。レベルも高いこともそうですけれども、昨年の秋の関東大会の実は同じ組み合わせです。その際はですね、東海大甲府が、2対1でサヨナラ勝ちをしたんですね。ですから、相模としてはリベンジですし、甲府としてもこの夢舞台でもう一度強さを見せたいというかなりの注目で、おまけにこうユニフォームもそっくりで効果も、まあ、似ている。なぜならば同じ東海大系列、今回ですね、東京の素顔と合わせてですね、東海大地区の高校が3チーム出ております。で、この東海大対決というのが、春はですね、確か今回が初めてだという話。夏は1983年に東海第一と第二があったんですかね。ちょっと間違えてたら申し訳ございませんけども、私個人的にはもうちょっとなんかこう東海大対決ありそうだなというイメージでしたけども、意外とないんですね。だからまあそういう意味でもかなり注目で、ね、面白い、智弁対智弁学園、智弁和歌山の対決も思い出しますけれども、まあ、いろんな意味で注目されていたこの大会なんですが、かなりね、これ非常に、まあ、ラジオで聞いて最後の、ところはですね、家に買い付いて、テレビでようやく、2日目第3試合の延長に入ってようやく動く動画でやっと見ることができました。結果を言いますと、延長戦に入りまして、東海大相模が3対1で、東海大甲府を退け、リベンジ達成です。本当1点を争う最後9回までですね、戦いで延長10回もそれぞれね、0点に抑えたんですけども、最後、東海大相模がですね、後継を生かして勝ちました。相模はこう打つイメージですけども、結構守りも硬いなというふうに解説の方もおっしゃってまして、で今年は結構こう守りがこう結構勝負を左右しているなというのは、もうこの2日間の、まあ、試合の、まあ、あくまでも私はデータとか結果を見ての感想ですけれども、意外とこう引き締まった試合が多いなというふうに感じがします。そう、夏と比べてやはりこの選抜というのは、まあ、正直ある程度強いところ、レベルが高いところを集めておりますので、で、さらに、まあ、冬を越えてどうなるかというところが一つ見物なんですけれども、基本的にはその差がないというところで、だから、じゃあ、どこでね、じゃあ、差をつけるのか、一発の打撃力なのか、守り抜く投手力なのか、ね、機動力でかき乱すのか、そこの戦略をですね、この春になって、ね、こう、上に勝ち上がっていく上で、どこがこう、ね、強みになってくるのかというのが、まあ、見物です。ね、ですから、まあ、差がつきにくいので、こういうふうな引き締まった試合が多いなというふうに、春はまあ感じております。はい、それではですね、今度明日、まあ、あればですけれども、3日目の、組み合わせをですね、先にご紹介いたします。第1試合が、九州ですね、沖縄21世紀枠代表の具志川商業対、同じく21世紀枠、東北青森の八戸西高校。この21世紀枠対決、かなり楽しみです。で、第2試合が、九州福岡大大濠高校対長崎、同じく九州王者のですね、大崎高校。昨年の九州大会の、決勝ですね。大崎がその時勝ちましたけども、リベンジなるか、また大崎が勝ち進むのか、非常に注目の対決です。そして第3試合、九州地区大分の明豊対21世紀枠、兵庫の東播磨の対決でございます。もう地元の大分明豊、明日出ます。第3試合、2時ぐらいからですね。ご覧の通り、明日は、もう基本的には九州勢と21世紀枠でございます。九州人としてはかなり面白いですし、ある意味では九州対決残念だなという思いも正直ございますけども、かなり注目です。余談ですけども、明日ね、特に明豊と東播磨2時から第3試合なんですけれども、くしくも私は、大分でですね、J リーグ、大分トリニータ対サンフレッチェ広島の試合をね、リアルタイムで見に行く予定ですので、かぶってるの!さあ、どうしよう。現地でサッカー見ながら、高校野球をネットで見ようかなと今、考えております。ね。まあ、本当けど、日程もね、日曜日の お彼岸で、かなりこう、視聴率や、ね、高いと思いますので、まあ、皆様、ぜひ、ね、大会3日目も、ぜひ、選手のですね、
活躍応援をいたしましょう。ということで以上ですね、大会1日目と2日目のですね、紹介と3日目のご案内でした。2年ぶりのやっぱり甲子園盛り上がりますね。はい、ぜひ皆様、無事この大会がですね、まあコロナの影響でいろいろありますけれども、なんとか最後まで開催できることを私も願っております。皆様もぜひ温かい応援をよろしくお願いいたします。それでは、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひ高校球児と加えて私の親方にもですね、温かい声援をいただければ幸いでございます。ね、よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、高校野球後の速報といいますかご案内、まあちょっと不定期で申し訳ないですが、なるべくまあ多く行いたいと思いますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた。ごめん出なかった、どすこい。